を切れて泣けないよ。睨みれて振り返ってもどもどこも知らん顔。後ろはの名前はジュン。最近この島に引っ越してきたんだ。皆さんこんにちは。今日からこの学校に通うことになりましたジャックです。一日でも早く新しい環境に慣れて皆さんと仲良くなりたいと思います。よろしくお願いします。私の名前はメイプルです。本を読むことが大好きです。
あれ、その靴下どうしたの？僕が初心者だって、君のおじいさんだって偽物を本物だと思って集めてた可能性があるじゃないか。さっきからすごく見られてるような感じがするんだけど、私何かしたかな。さっきため息ついた時、心の中のモヤモヤが出ていった気がした。ハッピー、まさか信じてもらえるなんて。ちょっと広めたい気もするけど、まあいっか。死ぬかと思ったぜ。この先の一本道で怪物に襲われたんだ。マンナーフェル、イッシュブラアブリトーナメントスピン、スタートアップエマントスピン。はい、みんな席に着いて。私の名前はジャスミン、小学3年生のごく普通の女の子。僕の名前はパッチ、小学4年生の子グマの男の子なのです。私は小学5年生のユキ、よろしくね。オッケー、ビュビューとひとっ飛びよ。ドレス選び楽しみです。Don't be shot! I'm better than ever!
け。いや、あなたも少しは恥を知りなさい。今日もやめておく。もうお父さんしつこい。問題を解いていたらお腹が減っちゃったな。でも誰にも見せたことないし、笑われちゃうかも。都会の大人は素敵ですね。何かあったのかも。スカイウィングセット、ビュービューと飛んでるよ。教科書を出せって言ってるだろう。重くない？降りようか。明日のマラソン大会が雨で中止になりますよ。私もレディの仲間入りです。